平安宮模型中央須作門の北が、長道のある長道院、それに日接して、ブラク院がある長道とは、大極殿、長州殿と共に、長道院を構成する電車、または、電車の立ち並ぶ一角のこと。長道は、天使が早朝に政務を見る調整をはじめとする書生や、朝早や共演などの国技大礼を取り行う、重要な長者であった。この庁舎は、天使の政府としての、 朝廷を象徴し、また朝廷の官僚機構そのものを指し示すこともあった。朝廷は一般に複数の建物より構成された。また朝廷により囲まれた中庭を朝庭と呼んだ。天使南面スの思想は朝廷院の建設に際しても貫かれた。朝廷院の正殿にあたる天使が失業する大極殿は最も北に建てられた。また、 会議を有する官人の集う控えの場である朝修殿は、長道の立ち並ぶ一角のさらに南に造営され、官人たちはそこで水黒いなどを行った。長道院は原則として、須坂門に面する宮城の中央部に位置した。長道は、大極殿と長修殿の中間に位置し、進化の着座する本来の成長としての性格を持つ道であり、 長道院外に設けられた成長である増子と会い、対立するものであった。当初は、政務はもっぱら長道で行われたが、律令制が整うにつれ行政機構が拡充され、官人も増加し、政務の複雑化もあって、付属施設として設けられたのが増子であった。長道には、監視ごとに、長座と呼ばれる席があり、着座の道が決まっていた。 公認9年の同盟の解消以前は、式部将の官人が着座する、式部伝、大倉省の場合は大倉殿のように、着座の監視名で呼称された。銅の数は、後期ナンバーグルと長岡グが8銅、他は、おおむね12銅であったが、大下の改新の時の南波長井豊見先グでは、発掘調査の結果、少なくとも14銅の銅が並んでいたことが、判明した。 丁度院全体の丁度には、親王、大上官、八将及びその官下の官司、壇上大などの長官以下姿勢以上の官人が着座する朝座と呼称される席を持っていた。しかし、すべての官司の官人が長座を持っていたわけではなく、皇太子の火星を司る、東宮お及びその官下の官司は、長座を持たないことが当然視されていた。仁義官勘下の官司や、 八消費官の監視にも長座を持たない監視が多く、特に 5F などの部官はいずれも長座を持たなかった。人技官や部官が長座を持たないことは、日本における、長動員の成立過程の成立過程と、古代日本の再生の分離のあり方ない支部官のあり方と深い関わりがあると推測されるが、詳しい経過は、資料が不足しており、まだよくわかっていない。長座は、個人に与えられ、 共有はなかった。また、腰掛けとその上に宿子と根からなっており、そこに着座する官人の官位によって支給される腰掛け、瞳の種類や作り、色彩や材料などが細かく規定されていた。朝道は調整などの政務と朝議と呼ばれる儀式の場であった。早朝、文部百官が朝道に参列した上で天皇が政務を見ることを調整という。展示で、 朝廷の政務一般を指す場合もあるが、その場合は、朝政と音読するのが一般的である。朝政については、日本初期に、大下三年、高徳天皇が、南波のおご宮で、礼法を定めたということが記されており、優位の官人は、毎朝午前四時頃までに、朝庭南門の外に並び、日の出と共に庭に入って天皇に再配し、 その後正午まで朝道で政務を取ることとされた。同時に中国式の律令が採用され、これは後世ナンバーサニワの律令と称された。長儀とは同じく長道において行われる様々な公の儀式の総称であり、天皇即位儀、元日朝が、民間、女衣、開元の戦勝、告げついたちなどの朝灰を中心とする儀式と、 設置や外国紙への玉物教など教えを中心とする儀式とがあった。長道は大極殿とともに中国の都の城の中で中心的な役割を持った電車であった。中国では関大より長道があり、皇帝の居所である宮の南にあって政治の中枢機能を担っていたが、中国のそれが東西二道だけであるのに対し、 日本では十二道もあるものがむしろ標準であった。これは、工述する商魂伝宮にあった、朝庭の機能を継承したためと考えられる。商魂伝宮見取り図商魂伝宮は、水古天皇の時代、それまでの豊浦宮に代わって603年に造営された宮である。日本初期の記述によれば、この宮は、南に宮の正門である南門を構え、 その北に初代部の務める蝶が左右に並び、その間の中央広場としてオープンスペースの朝庭があり、さらにその北中央に大門、その奥に水戸女帝の失業する大殿が控えるという構造であったことが示されている。以上述べたうちの町こそ、後のち道の起源と考えられる施設である。なお、朝庭について、吉村武彦は、朝庭は、普通は、 朝廷の字を使うがこ、このような宮の構造は、608年に隋の施設、廃生セや六百や611年の白木市、三間梨の来朝に関する日本書紀の記載から伺われるものである。難問の外側に、後の朝終電にあたる建物があったかどうかは、不明であるが、日本書紀水庫16年上によれば、門外で待機していた廃生セが、安倍晋朝と、 モノノベライモを連歌会に導かれて難問より、朝庭に入り、隋からの贈答品をそこに置いて、国書を手に二度、に配した。廃生成が、施設の趣旨を根性して立ち上がると、安倍新重が進み出て、国書を受け取った。安倍新重がさらに北に進んで、町にいる大部の大友連作のいるあたりまで来ると、大友連作端を立って、安倍新重を迎え、国書を受け取って、 大門の前に設置した机の上に国書を置き、大殿にいる女帝に向かって奏上した。以上が昭昆伝宮における随死の儀礼であった。ここでは、外国史と天皇の間に、シルベ社と大部が介在していることがわかる。吉村によれば、昭昆伝宮は単純な構造ながら、後の藤原宮や平城宮に見られるような、都宮の基本構造の原型として考えられ、熊谷君よも、 この宮について、左右対称の整然とした配置を取った、朝庭を付設した宮は、昇魂伝宮が初めてであった可能性が高いと、述べている。ただし、蝶や朝庭の遺構は検出されていないので、その規模等については不明である。およその規模のわかるもので最古の蝶動員は、南馬宮跡のうちの前期南馬宮跡である。南馬宮跡は、南から北方に向けて、 半島上に突出した上町大地の北端付近、現大阪城のすぐ南に位置しており、1953年に発見され、1954年より2009年現在まで継続して発掘調査が行われている。調査の結果、前期南馬宮跡は南馬長江豊岬崎宮の遺跡であることが確実となった。 南馬旧赤荒野により、北西方面を望む霧百645年の木の富の変後、高徳天皇や中野大江の王子らは明日香など、山と各地の外交にあたる南馬に遷都し、小郡宮や大群宮などを転々としながら、大化の改新と呼ばれる改革政治を行った。小郡宮、大群宮は、共に、それまで、 朝鮮半島諸国や中国の施設を接待した外交施設であったが、その館舎を改造して暗宮としたものであった。なお、吉村武彦は、小郡宮、大群宮いずれも上町大地に立地していたものであろうと推定している。日本書紀によれば、神都の造営は、中野大江の王子らによって650年に始められた。翌年戦宮を行い、 652年にはすべて落成した。王宮全体の規模は不明であるが、東西233.4メートル、南北263.2メートルの空間に、少なくとも東西7道ずつで、計14道の長道があったことを確認した。藤原宮、平城宮でさえ12道であることを考えると、それを上回る建物数であった。発見当時、このことは、 予想もしなかった、新事実と呼ばれ、また、大理南門は七二軒で、平城宮の須坂門をしのぎ、大理南門の東西入り口にある、八角電院は他に例を見ない意向である。ただし、町道はその数の多さに比較して、各電車は、と小規模であり、中央の、浅庭の広大さがむしろ際立っていた。また、町道を含むすべての建物が、掘ったて柱建物で、 河原は用いられていない。この朝庭の広さについて、吉田隆氏は文書による行政システムの整備された発世紀段階でも、重要な儀式や政務は、大極伝とその前提にあたる朝庭で行われており、そこにおける天皇の声による口頭伝達が重要であったことを指摘した上で、文書行政システムの行われない対化、白地にあっては、なおさら、 朝庭の広さこそが重要であったと論じ、加えて、この時期、表作りの任命が、全国的に行われ、地方豪族が、朝庭に頻繁に参集したためと説明している。また、木の富の変後の改新政府が、朝庭の場を、天津神の世界に通じる神聖で厳粛な場とみなし、一群万民の思想を拖遂して浸透させていく、空間とみなしていたとする見解が少なくない。なお 前期南馬宮後には火事による被災の痕跡があり、これは日本初期八十六年正月上の南馬宮が全焼したという記事に年代的に一致する。南馬長井豊三崎宮の後、重訴した斎明天皇はアスカイタブキ宮、川原宮を経て後アスカ岡本宮と宮を転々とし、天智天皇、公文天皇の近江大宮大継宮、天武天皇のアスカ清美原の宮、 そして児童天皇の代には、藤原宮と続く。日本初期には、飛鳥清見原の宮に、朝庭や町堂、大極殿などの施設があったと記しているが、吉田隆は、岡本宮、大海大津宮、飛鳥清見原の宮については、地形的に見て前期南馬宮と、同規模の町堂院を作ることは困難であったとしている。ただし、飛鳥系跡の上層以降からは、 ちょうどの可能性のある建物跡を検出している。アスカ系跡とは、アスカ地方に営まれた宮跡の総称であり、数十年にわたる遺跡発掘調査とそれに伴う総医学的研究の結果、同一地域に幾層も重なって、宮が営まれたことが判明した。すなわち、最上層が、アスカ清見原野宮とあとアスカ岡本宮、その下層が、中野大江の王子と、 中富の鎌谷が、蘇我イルカを暗殺した舞台となった、アスカイタブ宮最下層が、除名天皇の前アスカ・本宮であったとみられる。これまでの調査で、構造が比較的わかっているのは、アスカ・清見原の宮である。この宮は、後アスカ・本宮の内閣に、エビの子閣と称される宮殿を加えて完成したと、される。 あとアスカ・岡本モは、その周囲を掘った手柱の塀によって区画し、南北約197メートル、東西約155メートルの規模を有し、1979年、および1980年の調査で、前殿とされる、東西建物跡と南門の跡が見つかっている。この前殿こそ、長道に相当する建物である。検出されたのは、東西一道ずつの二道のみであった。 アスカ清美原の宮が手狭まであったことは確かであるが、空間構成の理念としては、前代及び、後代の宮との類似性が指摘できる。藤原系上房寄せム入りもや規模や、内部の電動配置の明確な宮城としては、上房性の取られた初の本格的都の城として、建設された荒増しの系の藤原宮が最古である。藤原宮は、 周辺教育機の建設が進められた後、北の耳なし山、西のうねび山、東の天候具山のいわゆる山と山山の中に造営され、694年に正式に移された宮である。なお、藤原京は学術用語であり、日本書紀では荒増の京と記されている。日本書紀には荒増の京に先立って和教の名があることから、 氏士都尾は、藤原家に先立った、情報制都の城としての和京があった可能性を指摘しているが、二藤厚氏は、和京を、情報制都の城とは、原理的に異なるものとして位置づけ、天武町以前において、地域に散在する、継続的な支配拠点の総体を示す用語であると、論じている。藤原宮の町道院以降は、南北およそ600メートル、 東西およそ240メートルに及ぶ最大規模のものであり、須作門から北に、丁道、大極電、大理と一直線に並ぶ日本的形態となっている。宮の内部は、丁道院中駅に長道が12度あり、東と西のそれぞれ6度ずつ対照的に配置されていた。南場長江豊三崎宮長道の14度以上に、比べると電車の数は少ないが、 それぞれの規模は、であり、南馬より、はるかに大きい。また、南馬長井豊岬崎宮と藤原宮では、第一道の規模、構造が、他と異なり、桁行きは最短でありながらも、両行は、最も広く取られ、四面美差しで、屋根構造でも一つ格上の入りもやもしくは、寄せ胸が採用されていることから、ちょうどの電車の中では、特別に扱われていたことがわかる。この傾向は、 平常宮の前半まで続いている。いずれも、木願を持つ祖先建物であり、また、宮としては日本で初めての河原吹きの電車であった。平常宮は、明治時代、建築士や、関のただしによる、現地搭査がなされ、対極度の跡と推定される土壇や、水田跡中に、ちょうど中に電車に当たる土壇を発見したことから、実態の復元が始まった。 1959年からは、奈良国立文化財研究所による継続的な発掘調査が行われている。今日では2時期にわたって営まれていたことが判明しており、以下、聖武天皇が740年に国経営行行するまでを、平城宮745年行行先の死柄宮より平城経に戻ってきてからを平城宮として説明する。 平城宮の町道、編集佐久門平城宮大極殿院、復元模型他の宮には見られない広大な前提を持つ。この南に町道四道の並ぶ一角がある。平城宮は、広さおよそ125ヘクタールの広大な面積を持ち、大きく分けて、町道院、大量角とする中枢部分と周辺官庁群の区域に分かれていた。その位置と範囲は、前半。 後半を通じて変わらない。1960年代の調査では、調動員が東西に2つ並んで確認されたことから、それを直査として解釈する第1次調動員、第2次調動員説が提起され、また、木簡屋司書に見える中宮の東宮、西宮が代理とどう関わり、また、それぞれを実際の意向にどう否定するかなどについて活発な議論が交わされた。 調査が進むにつれて、710年の平城を経線と、当初から構造と機能の異なる二つの町道が、奈良時代を通じて並存し、しかも、745年の関東に際し、前半とほぼ同じ場所に建物が再建されたことが判明した。今日でも、第一次町道院、第一次大局院等の名称がしばしば用いられるが、 それは報告書等における名称の寛用的な仕様であり意味としては正しくないことがある。また文献上の中宮の東宮、西宮をどのように現実の移行変遷と整合させるかについては依然複数の学説が大きく対立している。奈良時代前半では須坂門から宮城に入って北へ約220メートル行くとさらに門がありその北に 桁の長い東西二道、京四道の長道のある一角があり、さらにその北には、長道区域と、ほぼ同面積に及ぶ広大な大極殿の一角が、控える。この、須ザ門長道、大極殿院の細長いエリアの東西両側には、これに沿って、南北方向に、直線上の水路が走っている。また、須ザ門の東見部門から宮城に入って北へ、 約220メートル行くと同様に門があり、その北に従来型の町道区域すなわち東西角六道で、軽重二道よりなる町道院の一角があり、その北に広大な代理の一角がある。この三部門町道代理の細長いエリアの西側は、先に述べた水路によって、先ほどの須作門町道、対極伝院のエリアと区切られる。つまり、 ちょうどのある区域は水路を挟んだ形で東西に並び、西側が従来にない特異な形式、東側が従来形式のちょうど区域となっている。規模は両区域とも南北方向は同じ長さであるが東西方向は西側エリアのちょうど区域がやや長く、東側は西側に比べ細長い形状の長方形となる。西側エリアのちょうど区域については、 平安宮における、ブラックインの先駆的な形態と捉える見解が、かつても今も多い。詳細は不明であるが、広大な対局電院の前面にあって、かつ、長岡宮以後は引き継がれなかったことから、共演や儀式等の場所、またはその控えとして利用された可能性は、十分に考えられる。なお、東側エリアの十二道よりなる長道院において、 発掘調査により判明した東一道と東二道の長道電車の規模は、であり、第一道が二道に対し格上の電車とされていることは従来と変わらなかった。また、いずれも、祖先建物で、屋根は、瓦吹きだったことが判明している。遺物湿度状況及び移行検出状況より、柱は朱色で、壁は、白い漆喰で仕上げられ、電合窓を伴う場合は、 緑など、色彩豊かな空間であったろうと推測されている。国宮の長道、編集国宮については、大極伝についての記録はあったものの、長道及び長道院については、資料上に見えなかったが、2008年度の調査で、初めて長道が確認された。詳細は、京都府教育委員会文化財保護課、平成20年度現地説明会の資料を参照の、こと。それによれば、 12道の町道の電車があったことが確認されている。後期南馬宮の町道、編集、聖武天皇は744年、726年、以来福都の地位にあった南馬経営の戦闘を実施した。南馬宮についても国宮同様、町道及び町道院については、資料上見えなかったが、発掘調査により、前期南馬宮跡の上層で確認した。調査の結果、 後期南波宮の規模は前期南波宮の規模よりはるかに小さかったが、瓦が使用され、また、長道は東西4道の計8道であったことが分かった。しがらき宮の長道、編集平常計に戻る直前の聖武天皇はしがらき宮行行中であった。しがらき宮跡についても発掘調査は行われているが、その全貌は十分に分かっていない。ただし、少なくとも、 丁道院にあたる一角の中軸線、及び丁道建物に関わる、遺構、遺物を何点か確認している。詳細は、甲賀市教育委員会の過去の現地説明会内容を参照されたい。平城宮の丁道、編集奈良時代後半でも、丁道の立ち並ぶ二つの区域に限って言うと、前半とそれほど大きくは変わらない。西側エリア、須坂門丁道、対局伝院では、 対極電院前の回廊が取り払われて、ちょうど区域の敷地面積が拡大するが、電車の数は4道で変わらず、位置も不変である。しかし、対極電は東側エリアに移って、対極電院は西宮という形で残った可能性が高い。つまり、ここでは、須崎門ちょうど西宮が一直線に並ぶ形となった。東側エリア、三部門ちょうど代理では、 大極電が西側エリアより移り、また、町道の南に、長州電が東西各一道で、計二道確認されている。つまり、ここでは、三部門、長州電町道、大極電が一直線に並ぶ形となった。発掘調査では、東側エリアの東第一道と第二道の規模を確認している。それぞれの電車の規模は、である。両道の位置は、 前半とほぼ変わらず、同一地点での建て替えである。これを見ると、南馬長江豊岬崎宮、藤原宮、平城宮まで、第一道の両行総長が二道以下に比べ、長かったのに対し、ここで初めて同じ長さになっている。また、久しのあり方や、屋根構造の面などでも二道との違いがなくなっている。したがって、少なくとも、外観の上では、第一道を、 特別視することはなくなったことがわかる。この傾向は、長岡宮、平安宮でも引き継がれる。長岡京町動員復元模型採用の電車は、大極で784年、寒武天皇は等、山城の国を特に軍長岡の地に戦とした、長岡京である。この戦とについて、岸俊夫は、寒武天皇は即位直後の延暦元年に、財政再建のため、 造業場の廃止を含めた上費を節約する、胸の象徴を発しているにもかかわらず、その2年後には戦闘の準備がなされていること延略3年5月に、藤原小黒マロ、藤原種津ラが、お得に軍に派遣され、わずか半年後の同年11月に戦闘が実現していること、藤原種津群暗殺事件等を経て、長岡興味完成のまま、わずか10年で廃され、 七百九十四年には平安系に遷都されたことの三つを疑問点として提起している。この疑問を解く鍵として、騎士は長岡遷都は平城系からの遷都であると同時に福と南波系からの遷都でもあり、すなわち福と性の廃止を意味していたことを数々の文献より立証した。従来営まれてきた二つの都を1つにまとめようとしたとすれば、緊縮政策の一つとして、 造宮省を廃止しながら、長岡銭湯を断行したことの意味が理解できる。事実、下に示すように、長岡宮の長道院の規模が、従前までのいずれの宮よりも小さく、長道の電車の数は、東西4道で、計8道に過ぎない。また、それぞれの電車も、であり、それまでの宮と比べて、小規模である。なお、天皇の私的住まいである代理と、公的な政務の場である。 長道院はこれまで次第に分離する傾向があったものの平城宮までは代理と長道院は南北に接していた。しかし長岡宮に至って完全に分離するに至った。一方、大極殿は長道との一体化が進み長道の正殿としての機能と性格を一層強め大極殿、長道、長州殿の全体を呼称する長道院のほが成立することとなった。 平安兄弟代理十二丁道の並ぶ平安系、長道院、幹務天皇が長岡戦とわずか10年足らずで平安系の造営に踏み切ったことについて、岸敏夫は一時は財政上の理由で小規模な旧都を造営したものの、様々な点で不都合が生じ、また種熱暗殺の影響もあって、従来型の都の城を建設する必要が出てきたのではないかと推測している。 選ばれたのは、長岡京の北東およそ10キロメートル、山城の国クズ郡であった。平安系の造営はまず宮城から始められた。平安宮は、別名、大大理と称されている。長岡宮に至って長道院と分離した大理は、平安宮にあっては、長道院北東に離れて位置するようになった。その反面、大極伝前面の回廊が消滅して、 大極殿と長道一角は一体化し、四尾弾という少し高い眉が設けられるのみとなった。また、長道院の西側に、共演の場として、長道院と同規模の部落院が併地された。平安宮の長道における、それぞれの電車の規模は、であった。平安宮における、長座の配置は、左弁官に属する中塚佐将、式揮部将、慈部将、 民部省の四省が東方に右弁官に属する兵部省、行部省、大倉省、区内省の四省が正方に配されたとされる。これは騎士敏夫が明らかにしたものであるが、このことより長座の配置は左弁官、右弁官の分属を原則とするものと推定されてきた。また騎士は長道院が従来はもっぱら。 丁寧の場として捉えられて考察されてきたことを批判し、本来的にはむしろ、水古城の商魂殿宮から平安宮まで一貫して調整の場であったことを、1960年代、移行急速に進展した都の城の発掘調査の成果をもとに明らかにした。818年、平安宮では、う道角道は中国風の号が名付けられた。 以下に、それぞれの電車につけられた号と演技式より復元した着座の道を示す。なお、着座の道に関しては、かつての基地の否定から見ると、若干の移動がある。東一堂を小福堂と命名し、以下東側は、福武昇道、小高道、明来道の三道が南北方向に連なり、東五道の秋田昇道、 東六道の高楽道は東西を長軸として、前後に並び、全体として逆 L 字状の平面を呈する。着座の監視は、昇福道が、大城大臣、左右大臣、福武昇道が大納言、中納言、三二、昇高道が、中塚佐昇、図書寮、音明寮,寮、明来道が事務省、雅楽寮、現場寮、書寮寮、明昇道が小納言、左弁官、 右弁官、降楽堂が、主税寮、主計寮、民部省である。西側は、延べ旧道を、西一堂とし、以下、東側と対照的に、L 字状に並ぶ。それぞれの道の名称と着座監視は、延べ旧道、福武下道、県省道、延べ六道、おさむ式道、栄えや市道である。長道院全体を、八省院と呼ぶようになったのもこの時であった。 橋本義則は、弁官の朝座が大乗官に属する東の正福堂、福武正堂から離れた秋良正堂にあることに着目しており、また、大乗大臣、左右大臣の着座する東の正福堂に対し、正面から退治する形で新納の朝座が西野延部宮堂に設けられていることから、そこに、後進政治の伝統との関連を指摘している。平安宮においては、 大極殿まで消失する火事は3度あり、うち2度までは再建されたものの3度目の消失の後は再建されなかった。すなわち、浄土院は876年、1058年に消失し、その度に再建されたが1177年の安元の大火の後は再建されず、この後朝日は主に代理の指神殿で行われることとなった。工場大代,代理実。 中央が八正院1750年。森幸康書写政務における実務が、区内の増資で行われるようになったため、町道での政務そのものは儀式化の傾向が進み、年中行事の運営などが中心になっていった。また、それに伴って、町道一角の規模は、藤原宮を頂点に時代を下るごとに縮小化の傾向が見られた。儀式化した政務に尋常などの表情や訴訟が、 複合していったが、これらは総称して、くじと呼ばれた。ちょうど建物の作りを見ると、平城宮を頂点に四面日差しから二面日差しへ、さらには日差しなしへ、屋根構造も入りもや、または寄せ胸から切り妻へと、簡素化の傾向が見られる。これは、調整の清水と深く関わる変化であろうことが、伺われる。ちょうど配置の面では、の通り、平上宮までは、 天皇の寄居する代理と長道院は接していたが、長岡宮に至って完全に分離する。一方、元来は代理の前殿であった、大極殿がむしろ長道の正殿としての性格を強め、平安宮では大極殿前面の回廊が取り払われて、大極殿と長道一角が完全に一体化した。大極殿、長道、長州殿の全体を故障する。 朝道院の後も長岡狂気に生まれた。こうして公的な政務の場である朝道院と天皇の私的な住まいである代理は分離されたが律令体制の変質によって以上のような平面変化がかえって代理を政治の新たな中心の場とし朝道院はむしろ全体として儀式の場としての性格を一層強く帯びることとなった。院政を経て武士政権が成立すると かつて蝶道が担ってきた役割や機能にもはや積極的な意義は見出せなくなった。それが暗言以後、ついに蝶道が再建されなかった理由であると考えられる。松村明監修大事選では、朝廷の後天使が政治を行うところ、平等、蝶道、また天使が政治を行う期間と説明している。 abcdefghijkl 橋本 p120 から 130abc クロス p118 から119日本初期天武11年9月上に9月のカ党のつの1日人身にみことのり下まわく今より以後綺麗、ほふくれ波に止めよさらにナンバー朝にはの律令を用いよとのたもうという天武天皇の直に関する記事がある 狩野二の,の117ハット AB 吉村 P119 から120、熊谷 P231 から232、ABC 吉村 P198 から200、ABCD 吉田 P73 から76、熊谷 P275 から276、ヤマトの考古学 P92、移行配置図が掲載されている。 渡辺 P12 から18にト二百228から232、朝の P46 から47にト二百275から317、今泉隆雄、平城宮大局伝長道校、古代旧都の研究、吉川博文館、1993年など、国具跡の発掘調査、死柄木宮四子の現地説明会内容、ハット a b c p から 長道院の後の資料上の所見は、長岡京紀の七百九十二年であるが、歴史用語としてはそれ以前に遡っても使用する。岸都市を、長道の諸法的考察、柏原考古学研究所論集創立三十五周年、記念、吉川博文館、百七十五年詳細は、長道院を参照されたい。久家の日記などを修正して編纂した十三世紀成立の、歴史書。 100連勝の記述による、ありがとうございます。